人類に甚大な被害をもたらした厄災戦から300年、地球では治安維持組織ギャラルホルンの庇護のもと、4つの巨大経済圏が発展を遂げ、安定した時代を迎えていた。だが数百年にわたり維持されてきた変化なき社会は、ギャラルホルンをその内部から腐敗させ、経済圏との癒着や政治介入など様々な問題を噴出。平和を維持する武力も権力を維持する暴力装置へと変わり果て、人々の不幸も時に闇に葬られ、あるいは簡単に見捨てられた。そう、あの事件も例外ではないだろう。管制室 N323 便、聞こえますか？ N323 便、応答願います。こちら父さん、母さん、ミーナ。ポストディザスター318、複合企業タント店舗の庭であるアバランチ中域にて、宇宙シャトルが航路上にて全壊する事故が発生。その原因は、月日が経った今も決して明かされることなく、唯一の生存者となったアルジ・ミラージは孤児として泥水をすするような生活を強いられてきた。そして彼はやがて暗殺をも請け負う傭兵業に従事していく。その目的は、自分から全てを奪った存在への復讐を果たすため、鋭い相棒を持つ異形の機体に家族の敵を取るためであった。時にポストディザスター323、戦いの神の眠る火星にて小さな反逆の火が灯り始めた時代。これは厄災戦の遺物、ガンダムフレームに導かれたもう一つのオルフェンズの物語である。の名はガンダム。今回の標的はテッド・モルガトン、通称ダディ・テッド。表向きは大企業タント店舗を束ねて月を中心とした定期航路を管理する実業家。地球までの足を独占しているとあっちゃ恨みを買うはずだが、それにしちゃ警備が甘すぎる。罠か。
ち野郎が人前では帽子を脱ぎやがれ。俺にも生き延びてやることがあんだよ。やりすぎちまっても文句はなしだぜ。いっけー。被弾したか。尺だけで戦えるほど実戦は甘くないぞ。外しはしない。
ニュアルに従ってことを進めてくれ。敵は捕捉できたな。誰だっていい、俺たちがここにいる理由になれ。I have control。 目標の排除のやつそこだ。
状況どうすりゃいいんだよ。行くぞアイン、俺の体をお前に明け渡す。落としてみせる。
めない。人類の未来を。とどめだ。数奇な開口を経て、アルジ・ミラージは自らの標的であったテッド・モルガトンの娘リアリナ・モルガトンと同行することになった。それはアルジが復讐のためにガンダムの力を欲したように、彼女もまた復讐のため彼の力を欲したからである。リアリナ・モルガトンは助けた。これからどうするんだ。それはお嬢次第だ。決めたわ。お嬢、私はお父様の仇を討つ。だからあなたたちも力を貸して。俺がダディ・テッドから頼まれたのはお嬢の身の安全です。私の命も狙われてる以上、相手を突き止めやっつけることが一番の安全よ。ちゃんと店舗の頭目が暗殺されたんです。相手は身内の可能性も高い。これはガキの喧嘩じゃないんです。俺と野良犬一匹とお嬢だけでは手に余ります。おい、野良犬って。だからまずはブブリオ・インシンナに会いに行きましょう。ブブリオ・インシンナ。わかりました。ブブリオ・インシンナ、数年前までテッド・モルガトンの相談役として従事し、タント店舗を陰から支えてきた組織の良き理解者である。長年の信頼を頼りにブブリオの見解を尋ねるべく、リアリナたちはアバランチ・アンダースリーへと向かうが、その選択さえすでに黒い影の手の内であったことに彼らはまだ気づいていない。Thank you.
の首謀者。
ついてくる。
危ない。この程度こういう任務なら大歓迎だ。Mm-hmm.
先の戦闘を勝ち抜き無事合流を果たした主に対してボルコは駄賃代わりに彼との約束を果たした。ボルコ・ウォーレン、その家系は本来ギャラルホルンに属していた。しかし今から10年以上前、監査局の調査によって父親が多額の資金を横領していたことが判明。もともとウォーレン家はアバランチコロニー軍から提供される運営資金の管理を行っており、その立場を悪用した事件である。当時の調査結果には記されている。それが事実であったのかは大きな問題ではない。重要なのはその証拠が全て本物として処理された点だ。これによりウォーレン家はその名とともに全財産を損失。その中には家の象徴でもあったガンダム・アスタロトも含まれていた。その後アスタロトは裏の市場に出回っていったらしい。というのがボルコの知る全てである。らしいと。全てはダディが知らせてくれたことだ。その関係上タントテンポとウォーレン家は古くからつながりがあってな。その家の息子がアスタロトを取り戻そうと躍起になっているのを見るに見かねたんだろう。期待ともども、ダディが俺を拾い上げてくれたんだ。ただ再会した時アスタロトは体を奪われてフレームだけの姿になっていた。いや、俺はアスタロトを元の姿に戻すために生きている。それは何のためだ。さあな、これが俺にとっての復讐なのかもしれん。そのためにボルコは脳に情報チップを埋め込むという危険な手術をも行い、タントテンポの一人として働く。家族を奪った異形の機体ガンダムに復讐を誓う者、そして家族が残した機体ガンダムの再生を糧に生きる者、技術も知識も力さえ持たない者たちが生き抜くためには何かを犠牲にする覚悟が必要だったのである。のアスタロト。
者が聞いて呆れる。勝手に呆れてろよ。呆れてろよ。
ポイントだ。 当てなくちゃ。やれやれ、スーツに無駄なシワを作るよ。 勝てるつもりとは。その鼻っ柱をへし折ってやらねば。
れる私にも。召喚班急げ。
主やボルコの活躍によりタント店舗の跡目をめぐる抗争は元盗目の娘リアリナが引き継ぐことで決着を得た。テッド・モルガトンの暗殺から実に数ヶ月が経過してからのことである。来るのが遅くなってごめんなさい。リアリナ、大変なのはこれからだぞ。お飾りの盗目じゃねえってことをここから証明していかなきゃならねえ。どなたの放送は見た？ええ、クーデリア・アイナ・バーンスタインの演説でしばらくコロニー全体が不安定になる。アバランチコロニーでも労働者が自らの権利を主張し始めているもの。だが
その逆境さえ乗り越えれば頭目としての面目は立つだろうよ。私はこの状況をチャンスだと思ってるわ。それが分かっていれば上出来だな。お父様、私はお父様の娘として生まれて幸せよ。だから安らかに。ここより担当店舗は新たな頭目のもと次の時代へと進んでいく。父テッド・モルガトンの意志を引き継ぎ、時にはギャラルホルンとも渡り合う度量がリアリナに求められ、そして彼女が頭目としての責務に忙殺される中、若き代表を支える主に新たな出会いが待ち受けていた。開講。
相手だって。売られた喧嘩は買ってやる。仕掛けてくるならやり返すまでだ。そんな、
We'll be right back.
こちらのセリフだ。彼女をさらった本当の目的は何だ。ぶっつぶせ。貴様、やってやるよ。
いつならこういう武器も使える。そこだ。逃がしはしねえ。助けただけだって言ってんだろうが。あくまでしらを切るかならば仕方ない。セイオネットソードで貴様を切り込む。
次はどうすればいい？オルガ。